外を歩いているとあちらこちらでクリスマスの飾り付けが目に入ってくるようになりました。まだクリスマスまでもう少し先なんですが、早くも街はクリスマスモードになってきています。確かにね、私の家も私の職場もクリスマスツリーを出してきました。そして飾り付けをしました。玄関にクリスマスリースを取り付けたり、クリスマスの雰囲気が街中に家中に溢れてくるようになりました。クリスマス気分が徐々にこう上がってくるんですね。で、クリスマスの飾り付けでいつも思うことがありまして、やたら飾りに丸いものが多いなと思うんです。皆さん気がつかれたでしょうか。気をつけて見てみますと結構丸いものが多く飾られていることに気がつくと思うんです。ピカピカした丸い玉がですね、クリスマスツリーについてるんですよ。そしてそのピカピカした丸いもの、球状のものね、それがたくさんついてればついてるほどクリスマスツリーの見栄えが素晴らしく良くなるんですよ。でツリー全体がキラキラして本当に素敵なんですね。それからもう一つはクリスマスリースです。あのリースも丸いものなんですね。リースは丸いんですが真ん中が開いていて輪っかのような飾りがリースです。その形はまるで指輪のような形をしてるんですね。クリスマスリースについて私調べてみましたら、なぜ丸いのか理由があることが分かりました。それは丸はどこから始まってどこで終わるか分からないものなので永遠を表すそうなんです。クリスマスにリースや丸いものを飾るのはキリストの誕生にちなんで、神様の祝福が永遠にありますようにという意味があるそうなんですね。それで丸いものをクリスマスにはたくさん飾るそうなんです。クリスマスリースはよく玄関やお部屋の扉にかけてあります。クリスマスリースがかけられた扉やまたドアに、ついていますので、そこを開けて入ってきた人に神様の祝福が永遠にありますように、神様の守りがありますようにという意味があるそうなんです。そう思うと部屋の扉のあちこちにクリスマスリースをかけておきたいなと思います。そして玄関を家族や友達、それからお客様が通るたびに悪いものから守られ、神様の祝福が永遠にありますようにと願っていきたいと思っています。クリスマスが近づくと丸いものがたくさん飾られていますけども、それは神様の祝福が永遠にあるようにと願ってつけられたものだったんですね。今年のクリスマスの飾り付けにはクリスマスリースを玄関やお部屋に飾ってお祝いしてみてはいかがでしょうか。